はい、さいどうも、東京実況アナウンサーの伊波大志です。さあ今日はですね、沖縄闘牛会、今一番熱い階級中量級についてご紹介していきますよ。中量級沖縄の闘牛では950キロ以下というふうにルールが決められております。もともとできたのが、新しい階級です。沖縄では重量級という軽量級、この2階級だけだったんですが、2010年に中量級が誕生します。当初できた時には970キロ以下というルールでした。ここ最近です、950キロ以下に変わったのが。じゃあなぜこの階級ができたかというと、これね、おそらく牛のサイズがどん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 大きくなったことが一つの要因だとも言われています。今沖縄のこの重量級、いわゆる無差別級と呼ばれているタイトル、大体もう1200キロ超え、1150キロから1200キロ超えの牛がしか、無差別級ではタイトルが取ることが難しいと言われているんです。だったらこの、じゃあちょうど1トンから900キロ間の牛っていうのは何を目指せばいいのかっていうのが、何もタイトルがなかったので、それはあまりにもかわいそうだということで、はい、この中量級というタイトルができたわけです、2010年で。今までのチャンピオンを振り返っていきますと、じゃあ最初のチャンピオン、皆さん誰だったか覚えてますか？2010年の全島闘牛大会で初代王者決定戦、イラビナ・アッソー若頭対新力豪が対戦し、長期戦の末勝利して初代王者に輝いたのがイラビナ・アッソー若頭です。でその後、このイラビナ・アッソー若頭がタイトルマッチ直前に体調不良、怪我をしてしまい、一旦優勝旗を返納します。で若頭が返納した優勝旗をかけて、今度また友人舞子流対フルゲンモータース上り流が対戦し、友人舞子流が勝利して2代目王者に輝くわけですね。でその後、この友人舞子流を破ったのが一心力、掛け技からの押し込んでいくあのスタイル、めちゃくちゃかっこよかったです。僕は中量級しばらく一心力の時代が来るだろうなと思っていたぐらい、それぐらい強い牛でした。で一心力がチャンピオンになって防衛を何度か重ねた後、ここがびっくりしたんです。なんと元無差別級で活躍していたフルゲンモータース号が、無差別級にも過去チャンピオンに輝いたあの牛が、無差別級でのタイトルを失った後、今後は中量級で戦っていくことをなんと意思表示したんですね。それによって、フルゲンモータース号が階級を下げて中量級に来て一心力と戦って、一心力を破るんです。はい、史上初の2階級制覇を達成するわけなんです。でその後、フルゲンモーターズ号がまたまたこれで体調不良により一旦優勝旗を返還します。でその間に現れたのが、はい、ここです。東証ハヤテの存在です。この東証ハヤテが中量級というタイトルの価値を一気にガーンと高めたとも言われています。2012年に優勝旗決定戦上昇会荒波を破ってチャンピオンに輝くと、そこからなんと5年間負けることなくタイトル守るんです。18連勝、13回防衛というありえないタイトルの防衛記録を獲得するんです。で今後、東証ハヤテは20連勝15回防衛をして引退というふうに宣言しておりました。ところがですね、14回目の防衛戦で、当時まだ年齢6歳の若牛、ヘントナ牛丸に敗れるんですよ。敗れるんです。はい、もう、なんていうでしょう、絶対王者と呼ばれたあのハヤテを、まだ6歳の若牛ヘントナ牛丸が破って、だったら今後ヘントナ牛丸の時代がしばらく続くんじゃないかと思っていたら、なんとそのヘントナ牛丸は初防衛戦でフルゲンモータース王流に負けてしまうんですよ。そうなんです。で今後、じゃあこのフルゲンモータース王流も、防衛戦の前に足を怪我してしまい、優勝旗を返還するんです。でその優勝旗返還している間、2頭の牛で決定戦が行われ、その時チャンピオンに輝きますのが全勝興行クラウン、金太郎との優勝決定戦を下し、クラウンがチャンピオンに輝きました。でその後クラウンはですね、中量級ではほぼ敵なし無双状態となったので、中量級のタイトルを返上し、無差別級で戦うというふうに決意するんです。そして無差別級のチャンピオンになります。じゃあそのクラウンがタイトル返上した後に、じゃあ中量級誰で争っていくのかという時に、はい、ここでまたフルゲンモータース王流が帰ってくるわけですね。源大臣との優勝決定戦を下し、再び王座に返り咲きます。でそのフルゲンモータース王流は防衛を重ね、はい、
もう上り調子で来ていたんですが、その当時のね、多分年齢が13歳から14歳、もうかなりのベテラン級、はい、体力の低下もありました。でもまだまだ戦える闘志という技のキレなども、まだまだ戦えるというような力強い姿を見せていたんですが、フルゲンモータース牛主の作川雅秀さんが、いやもうこれ以上戦わすのかわいそうだということで引退を決意します。与那国に種牛として渡るわけですね。でその後フルゲンモータース王龍がじゃあタイトルを返上して、また2頭の牛で決定戦を行うわけですが、その時に戦ったのが赤番頭対勝新嵐地図記号が戦います。そこで、この赤番頭が、はい、もう快勝ですね、秒殺で勝新嵐地図記号を破り新王者に輝きました。でその後この赤番頭がですね、一つ注目となっていたのが、今後この牛がどこまでじゃあ防衛記録を伸ばせるのかが注目されていたんですが、なんとここでね、中量級というタイトルはやっぱ体調不良とか足の怪我が大きく響きます。11月の全頭闘牛大会、赤番頭対破壊王という牛がもうほぼ決まりかけていたんですが、なんと赤番頭が大会直前に足の怪我のため出場を辞退、タイトル返上します。で当時チャレンジャー候補に上がっていた破壊王がここに上がってき、そしてもう一頭に金太郎という牛がタイトルをかけて決定戦争い、勝ったのが破壊王、現在のチャンピオンです。そう、中量級現在のチャンピオン、この破壊王、今中量級なぜ戦国時代かと言われているかというと、この牛のチャレンジャー候補がですね、何頭もいるんですよ。もう何頭もいるって、ぶっちゃけ誰がチャレンジャーで言ってももうビッグマッチ、お客さん2000人から3000人は入るであろうと言われているカードがもうたくさんあるんです。じゃあまず見ていきましょう。このチャンピオン破壊王に対しチャレンジャー候補、まずこの赤番頭、大本命ですね、元々のチャンピオンです。本来はこっちがチャンピオン、こっちがチャレンジャーとして戦う予定だったのが、怪我のため出場できなくなった、その間にチャンピオンになった破壊王です。なので本来これが実現するはずだったカード、これ見てみたくないですか。今度はチャンピオンとチャレンジャーの立場が逆になって、これ実際戦わせたらどっちが強いんだろうというカードがまずこれ大本命で、その他に重量級まだまだいます。はい、ここシンディキベイビー4戦全勝です。1月3日の新春南部大闘牛大会全勝興行かき跡の試合では、長期戦でも戦えるということを証明してみせました。短期戦から長期戦までこなせる、もう破壊力パワーで言えば中量級トップクラスナンバーワンと言っても過言ではない新力ベイビーが来ても面白い。その他にまだいます。この牛も面白いですね。はい、黒獣王、はい、中量級負けなし新力ベイビーが1月3日に勝った全勝興行カキヤを沖縄で初めて黒星土をつけた牛がこの黒獣王です。これも面白いし、あとまだまだいます。ここもちょっと忘れてはいけません。フルゲンモータースバイデン、この対戦っていうのは、実はフルゲンモータースバイデン夏の全頭闘牛大会8月は赤番頭がまだチャンピオン時代、この牛とバイデンの対戦が決まっていました。バイデンがチャレンジャーに行くことが決定して、大会1ヶ月前の計量950キロのリミットをちゃんとクリアしてほぼ決定していたんですが、コロナの影響で夏の全頭大会が中止となり、一旦これが白紙となります。じゃあモータース号がなぜ11月にこの2頭で決定戦しなかったのか、夏の全頭8月にはタイトルマッチに行くって決めてたのに、11月にはタイトルマッチが出なかったんですよ。ここ疑問がありますね。なぜかというと、これはフルゲンモータースバイデン950キロ以下という体重ではかなり減量が今厳しいらしいんですよ。減量が厳しい、おそらく厳しいということは普段の体重がもう1トン超えているというふうに考えられます。体重を落とすには結構無理して落とさなくちゃいけないということで、今回中量級のタイトル1回断念したんですが、ただ今後もしかしたらまたどっかで絡んでくるかもしれないということで今挙げさせてもらってます。これでも十分面白いです。でその他、あ、これもいますね。ガロー、徳之島で元中量級チャンピオン、徳之島元中量級チャンピオン、徳之島でねチャンピオンに輝いているんですが、ただこのガロー沖縄で対戦するとなったら、こことはちょっと逆、これ体重重いって言ったでしょ、少し体重が軽いんじゃないかなという不安が
あります。徳之島での中量級のタイトルというのが900キロ以下だったので、向こうでの体重ではできてたんですが、沖縄で950キロ以下となると他の牛との体重差が少しあるんじゃないかというようなことも考えられます。そこをどう牛主が判断するかですね。これからで、その他にこの牛もいました。はい、ここ、はい、全勝工業活心王徳之島の元金子残願です。徳之島で負けなし連勝できて沖縄での活躍もあります。これね、徳之島の方では向こうでもいつかはチャンピオンになるだろうと言われたこの牛が沖縄にトレード、はい、で沖縄での初戦はまあ結構ランクの下の牛の対戦だったので、実力どこまで本当に潜在能力秘めているとかというのは沖縄ではまだ見られていないんですが、ここも今後候補に上がってくると言われています。でもう一つ、あ、この牛ももしかしたらあるかなと思ったのが、多分これ最後こっちがちょっとわからないです。南西阿鼻、徳之島で中量級チャンピオンになった後に、去年階級を上げて重量級のタイトルマッチに挑みました。重量級タイトルマッチに挑み、もうね、最初のこの波状攻撃非常に内容が良かったんですが、最終的に相手の体重差力を負けして敗れてしまいます。だからこの牛がね、沖縄闘牛界でじゃあ重量級でタイトルを目指すのか、重量級に落としてタイトルを目指すのかっていうのはちょっと僕もまだ分からないんですが、この牛も重量級に絡んできたら面白いことは面白い。ただ体重が950キロ以下まで減量できるかどうか、はい、ここが一つポイントなんです。だから中量級で体重落とした時にみんな落とすことはまあできはするんですが、牛によってはあまり普段から消食食い込みが悪い牛などは落とした体重を大会当日までにベストな体重に戻せないことがあるので、ここはね、牛の普段の体重落としやすさ、あとは戻しやすさというのもちゃんと考えなくちゃいけないということですね。はい、見てください、1,2,3,4,5、もうこんなにたくさんの、なんだろう、これ何に例えたら分かりやすいかな、もうキングダムで例えたら李牧に対して六大将軍が挑むぐらい、どれが向かっても面白いよみたいな、分かります、何が分かりやすい、じゃあ当時のプライドで言ったら中量級、これがバンダレイシューマだとしたらよ、バンダレイシューマとしたらこれがもう光るだろうな、マウリシオ将軍、クリントン・ランベイ・ジャクソン、サクラマ・アルチとか、もうこういう人たちがいっぱい揃ってるってことですよ。誰が挑戦しても面白いというカードがこれあります。でこれ今タイトルマッチの話してるけど、例えばじゃあ破壊王をなしにしてよ、一旦なしにして別にタイトルじゃないところでよ、なんか例えばこういう対戦があったりとか、はい、じゃあこういう対戦があったりとか、こんなことでも面白い、はい、じゃあこういう対戦があったりとかさ、あーなんだろう、あ、こういう対戦とか、もうこんなどの組み合わせで見ても面白いというのが今中量級な、別にタイトルマッチじゃなく何かしらこういうカードが実現したとしても面白い階級が今中量級なんです。皆さん沖縄闘牛大会ね、この出ている名前覚えておいてください。これがね、今後この 1,2 年間沖縄闘牛界を熱くするのは中量級だと言われておりますので、950キロ以下、まさに戦国時代、この戦い見逃さないでください。はい、熱く語りすぎましたが、今度は軽量級もしくは重量級にスポットを当ててまたお伝えしていきます。また今後闘牛でこんな話をしてほしいなどのリクエストありましたら、はい、コメントを送ってきてください。あとは、チャンネル登録、高評価ボタンにボタンクリックもお願いします。あとはあっちの牛舎行ってほしい、あの人にインタビューしてほしいなどもどんどん送ってきてください。よろしくお願いします。